どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、スクラップフィストを決めていきましょう。スクラップフィスト、ちょっとほんとキャラクターだけほんとマジ勘弁して、マジで勘弁して。あのね、いや俺もさ使いたかったよ、優勢で。え、ほんま勘弁して。やっぱさ、ジャンクウォーリアーを出すっていうデッキって芽吹くが一番いいんだよね。一番芽吹くが強いのよ。あのさ、いや俺一個言いてえのは、マジでボルトヘッジホックをあの墓地に置いとくっていうスキル追加しない？優勢に墓地より芽吹くボルタロっていうさスキル追加しようぜ。もう いい加減さ、ジャンクウォーリアー出すのにさ、もう秋塚の嫌なんだよ俺。いきなり文句が入りましたけども、まあ結構やっぱね、手札1枚からジャンクウォーリアー出るってやっぱ強いからさ、どうしたってやっぱ秋を使うしかないんだよね、ジャンクウォーリアー捨てるんだったら。まあ、もちろんちょっと編集で頑張ってね、召喚ムービーとかつけておきますけれども、どういうまあギミックになってるか、イベントの報酬でこのスクラップフィストっていうのがね手に入りまして、このカードはですね非常にロマン性が高いんですけれども、効果自体はすごい強いです。スクラップフィスト、ジャンクウォーリアの必殺技名ですね。ジャンクウォーリアを対象として発動できますと。このターン、自分のモンスター、要はジャンクウォーリアですねが、相手モンスターと戦闘を行う場合、全部で4つの効果を、4つの効果は5つだ、5つの効果を得られます。まずはダメージステップ終了時まで魔法トラップモンスターの効果を発動できないっていう、まあ、要するにアルマレス効果、それから、対象のモンスターが貫通能力を得ますよっていう効果、そして相手が受ける戦闘ダメージを倍にするっていう効果、さらに、対象のモンスターが戦闘でも破壊されないよっていう効果、そして、戦闘型相手モンスターをダメージステップ終了時に破壊するよっていう効果、もうね盛りだくさんなんですよ。もうほんとジャンクウォーリアのスクラップフィストーって言って気持ちよくなるためのカードです。はい。でこの戦闘ダメージは倍にできるんだが、攻撃力を上げるとかいう効果はついていない。つまり攻撃力とかを上げなければいけない。やっぱジャンクウォーリアって結局その2300しか打点がないんで、この状態で上がってもあまり意味ないんですよね。だから何するかっていうと、まずはやっぱイージーチューニング、イージーチューニングでチューナーモンスターを墓地から除外して、チューナーモンスターの攻撃力分の、アップをすると。だから1300アップさせますよってことですね。つまりこれはプラス新規カード、新しいパックで追加されましたこのラッシュウォーリアーっていうカードが、これものすごく相性がいいんですよ。ウォーリアーシンクロモンスターと、ウォーリアーシンクロモンスターの攻撃力を、ダメージ計算時にこいつを手札から捨てることによって倍にできます。つまり何が言いたいかっていうと、ジャンクウォーリアーの打点がこいつを手札からぶん投げるだけで4600になるんですよ。でここでスクラップフィストを発動していれば貫通プラス戦闘ダメージ倍だから、相手のフィールド上に2600とかの攻撃力のモンスターがいても、そいつをラッシュウォーリアープラススクラップフィストに投げるとワンキルできるんですよ。これめちゃくちゃ強いんですよね。でさらにイージーチューニングなんてやってたら、もっとなんか7000ぐらいの打点になって、さらに戦闘ダメージ倍なんで、まあ、大体勝ちですよね、それはさすがに。で魔法トラップモンスターの方が使えないしみたいな、これをね今日はねやっていきたい。だから究極のアルティメットジャンクウォーリアースクラップフィストを決めていくっていう、そういうデッキになってます。でジャンクウォーリアーとラッシュウォーリアー、もちろんまあクリボールもサーチできるようにクリッターっていう感じですね。でバックがやっぱりどうしてもね、その魔法トラップモンスターの効果を発動できないよっていう効果は、まあ、おまけで、これ結局やっぱ金底環境なんで、その辺のカードを先に除去してからじゃないと新キャラはできないんですよ基本的には。だから、ナイトショットとハリケーンを積んでるという感じでございます。早速、究極のスクラップフィスト決めていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。カードを1枚セット、さあ終了。このクリッターが非常に優秀ですね。やっぱりね、ラッシュボーリアも持ってこれる、クリーボールも持ってこれる、ジャンクボーリアも持ってこれると、ジャンクボーリアじゃねえ、ジャンクシンクロも持ってこれると。さあどんなレッキなんでしょうか。多分ブルーアイズですかね、これ太鼓だと思います多分。スクラップリスト、分からせましょう、分からせよ分からせよ、これは分からせる。いくぜ、俺はダークバージャーにレベル3ジャンクシンクロもチューニング、ずっと星が新たな力を呼び起こす、光さす道のれシンクロ召喚、いでよジャンクウォーリアー
そして手札より速攻魔法発動スクラップミスト。このターンてめえは魔法トラップモンスターの効果を発動できない。いくぜバトルだ。それどうせ太鼓だろ。一応判定しとくか。バトル行け。ジャンクオリア敵を貫け。スクラップフィストダメージステップ。俺はジャンクシンクロンを除外し、このモンスターの攻撃力を1300アップする。スクラップフィスト対戦ありがとうございました。さあお相手の方ヘルカイザーリョウさん、よろしくお願いします。ヘル3倍根性か。なるほど、了解。サイバー流強いですよね、めちゃくちゃ。レジェンド隊も結構ね、サイバー流も増えてきてまして、めちゃくちゃ強いっす。とりあえずちょっと一旦根性だけ剥がしておきますか。根性あるとスクラップピストルで決まんないんで、これシンクロしなくてもいいんじゃないかな。普通に投げればいいんじゃないこれ。はい、これで根性を剥がした。 OK、 根性があるとね、スクラップピストルでとどめさせないっていう非常に大問題が発生しますんで。あー、旋風マジどういうデッキこれ。黒い根性 PF これ、俺もうサレンダーした方がいいこれ。あ、でも弱いわ。ハンド弱い。ちょっと一応見るか。一応見よう。おろし。なんかちょっと弱そうなんだよね。これチューナー3からこいつから入るって結構多分ハンド弱いんじゃないこれ。そっちからなの？そっちから普通召喚しない？普通そっちから召喚するっていう説ない。あ、でもそうか。え、でも特殊ができるの？あいつは。あ、できねえかあれ。あの3のチューナー。なるほどな。そういうことか。了解了解。で、おろしか。で、おろし召喚して1体破壊して、ジャンクウォーリア投げるのか。まあそれはいいだろう。おおろしは出せない。お、これハンド弱いぞ。これチャンスだ。これはチャンス。これはチャンスだ。ジャンクシンクロンを召喚。そしてダックバージャーレベル2、ダックバージャーにレベル3、ジャンクシンクロンをチューニング。集いし星が新たな力を呼び起こす。光さす道となれ。シンクロ召喚いでよジャンクウォーリアー。そして俺はジャンクウォーリアーを対象に取り、スクラップミスト発動。このターン貫通、なんかいろいろな効果を得る、いろんな効果を得る。バトルくたばれ。ダメしていいすか。イージーチューニングの効果発動。ジャンクシンクロの打点分ジャンクウォーリアーの攻撃力をアップし、ラッシュウォーリアーの効果も使っていくぜ。スクラップフィスト対戦ありがとうございました。さあお相手の方闇ゆきくん、よろしくお願いします。デュエル3倍。いやー楽しいわ。一発屋すぎるけどね。一発屋すぎる感は否めないけども、めちゃくちゃ楽しいわこのデッキ。やっぱりジャンクウォーリアーなんですよ。優勢っていうのはね、ジャンクウォーリアーなんですよね。最終回でも結局スターダストじゃなくてジャンクウォーリアーだったでしょ。最終回でもやっぱね、優勢デッキっていうのはね、ジャンクウォーリアーデッキなんですよ。まあ使ってるキャラクターが優勢じゃないんですけどね。どうやら理解したようだな。これがデュエルリンクスだ。やばい、これやばそう。ワンダーワンドでドローしつつ、召喚マジぶち込んでいくっていう、これクインテッド召喚銃かな。召喚マジオッケー。あー、これ地属性除外されたら終わりだな。これちょっと待って、やめて。地属性をさ除外するのやめよう。ダークバーチャーだけ除外するの危ねえ。これはダークバーチャーがですね、召喚時の餌食になりますんで、すぐそうすると本当うちのデッキ、ジャンクウォーリアーダッシュではないっていうね。あ、ブレーよかった、ブルガトリオで。ブルカスでよかった、相手がブルカスで。これでこれね、絶妙にね600っていうシビルが意外と強くて、クリッター。これブルガトリオってぶん殴られても一応ね、アレイサが3枚なければ耐えるっていう、これ2枚ければありそうだな。これはちょっととりあえず殴られておくて、でクリッターでこれ3枚あるのだけマジでやめて。ちょ、3枚俺3枚使ったらマジでブロックするからね。俺アレイスター3枚ぶん投げてくるやつのことブロックするって決めてるから。いいよ、2枚まで。そこまででしょ。 OK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  危なかったな。もうちょっとでお前はブロックだったぞ。でここで俺はハリケーン引くんですよ。ここで俺はハリケーンを引くんですよ。任してください。ディスティニーだろ。行くしかねえ。ジャンクシンクロン召喚、ジャンクシンクロンの効果、ダークバージャーを蘇生したい。
あ、なんもない。あ、これいける、これはいけるぞ、これはいけるぞ。レベル2、ダークバーチャーにレベル3、ジャンクシンクロンをチューニング。集い星が新たな力を呼び起こす。光り出す道となれ、新規の召喚。いでよジャンクウォリアー。そして俺はジャンクウォリアー一体を対象に取り、手札より速攻魔法スクラップミスト発動。あ、コツサイか、オッケー、コツサイね、了解、了、把握。コズミックサイクロンね、君もうね、クリボールとかいうボール投げられませんので、うおー、スクラップフィスト対戦ありがとうございました。気持ちいい。さあ、お相手の方、パイナポー龍崎さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あ、ラッシュウォリアね、2枚はね、ちょっといらないんだよね。ラッシュウォリア、これね、1枚しか発動できませんので、一旦に。クリッター、あー、オッケー、クリッターセット、クリッターセットターン終了。よし、あとはもうこのクリッターを殴ってくれ、頼む。あとはこのクリッターをなんとか殴ってくれ。おい、殴れよスクラップフィスト、来すぎだよ。ちょっと2ペア来た。2ペアしていく。ま、ちょっと一回殴ってみようか。いや、これちょっと一回殴ってみましょうかね。一旦ね。一旦。とりあえずこれ一回殴ってみましょう。はい。なんもないか。お、なんもない。なんもないか。なるほど。これなんだろうな。亀か。なるほど。はいはいはい。オッケーです。どんなデッキや。ダイナソー、パイナポー龍崎さんも珍しいですからね、ランク戦では。あまり見ません、このキャラクター。アンティ勝負？アンティしちゃう？ラバゴとかかな？なんだろう、これ、ユベルとか？ちょ、わかんねえな。スクラップフィスト1枚いらねえか。ちょ、千番はもらうわ。ラバゴか。オッケー。まあ、いいや、大丈夫だ。幸い俺のモンスターは1体しかいねえ。まだ。大丈夫だ。マジで言ってる？オッケー、ラバゴは食らおう。いいよ、いいよ、オッケーオッケー、いいだろう、そんぐらいはいいよ。クリッターの効果発動できるから、オッケー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 。あとはだから俺これデッキトップであれやな、あのクリッターじゃねえや、ハリケーンを、ハリケーンかナイトショットを引くだけだから、まあとりあえずジャンクシンクロ持ってきて、ジャンクシンクロ持ってきていく。あとは俺がハリケーンを引くっていうだけね。ハリケーン引くってお仕事ね。エネミーコントローラーですか。あ、ちょっと待って、落ち着こう。ちょっと待ってよ、うっそ。